おはようございます。2023年7月1日土曜日の朝です。今日の体重は 64.95 でした。体脂肪率は 37.9% です。おはよう、アビラちゃん。今日の天気は曇り、そして昨日の夜大雨でございましたけれども、雨は止んだようでございますね。よかった。そして今日とっても今朝早いんですけれども、いつもお世話になっている私のアロマの先生、宮崎久子先生が本日札幌で日本フットケア足病医学会という学会で発表する予定になっておりまして、それで学会なんてこんな機会にしかですね出席することできませんからね、ちょっと私も行ってお話直接聞いてみたいなと思って行く予定でございます。なので急いで準備してですね、7時半くらいにはお家出れればいいかなと思っておりますよ。まずは白湯飲みます。今7時半です。これからですね準備できたので行きます。準備って言ってもまだ顔が出来上がってない、出来上がってないけど、なんとか出発できるので出発したいと思います。札幌着いた。今日はこちらですね、ロイトンっていうですねホテルの方で学会がございますので、これから入場したいと思いますよ。行きます。今日出席するのはこちら、日本フットケア足病医学会でございます。今日の久子先生でございます。先生、今日頑張ってください。楽しみにしてます。初めてで緊張してドキドキしました、ね、いやでも素晴らしかったですよ。いろいろ勉強になりました。ありがとうございます。私はアビラ症の方に帰ります。やっぱり久子先生と お昼ランチ食べてきます、このお店で。こんなお昼ご飯です。今日は豚肉のソーキのスープカレーにしました。ものすごく素敵な器で出てきましたよ。久子先生と食べます。ちょっと風切り音入るかもしれないですね。風強いです。いや今ですね、美味しかったスープカレー、久子先生と解散しました。で、ぜひ久子先生は学会の方にまた午後からもお話聞いたりいろいろあるので戻ってたんですけど、私はこれからですねまたアビラ町の方に帰ります。今日ぬくもりの湯があるのでそれに間に合うように帰らなきゃなんですけれども、いや今日の学会というものに初めて出たんですが、ものすごいなんか難しい専門用語とかもいっぱい出てきて難しいんですけど、すごく勉強になりました。いやなんかそういう学会ってこういう風に情報共有したりするんだなっていうのが分かりましたからね、本当にためになりました。いい経験になりました。はい、そんな感じでした。そして私今日ショックな出来事がありまして、服ですね、いつもの服着てるんですけどスーツも入らなかったし、あと、ちょっぴりフォーマルにしようと思ってワンピース、膝下丈くらいのですねワンピースにジャケットで行こうかなと思ったらそれも入らなくてですね、めっちゃショック。痩せたくなった、今までよりもますます。そんな感じでちょっとしたショックの出来事のお話でございました。じゃあ帰ります。エリコロの動画、旦那さんと交流してそのままピョッと帰ろうかなと思ったら、旦那さんがちょうどこちらジョンソンティーラウンジがここにあるんですけれども、そうジョンソンティーラウンジのですね注文をしちゃったばっかりっていうことなんで、私がもうちょっと遅くなると思ってたんですって。なのでですね、ちょっと私も一旦お茶でも飲もうかなと思いますよ。行きます。ジョンソンティーラウンジでリンゴカバーボーホージ茶ホットで飲みます。
りできたので、これからですね、アビラちゃんの方に帰ろうと思いますよ。安全運転で帰ります。アビラちゃん帰ってきましたよ。シエスタ行きます。外ですけどね、ホッとできました。じゃあもう今もう3時半過ぎちゃったので、帰って準備してぬくもりの湯の方に向かいたいと思います。ぬくもりの湯着いた。じゃあ中入って準備します。はい、じゃあ今日も準備ができました。今日の香りはラベンダーとグレープフルーツになっております。皆様のお越しをお待ちしております。とはいえ今日はアビランの夏祭り、うまか祭りがやっておりますので、おそらくお客さんは少ないかなって感じはしますね。今日は花火大会ですしね。今日は静かな土曜日でございました。そんなわけで撤収いたします。来ましたよ。カエルの大合唱ですね。でもですね、昨日まで結構蒸し暑かったけど、今日はなんだか涼しいですね。お腹空いたよ。中入ります。今日の夜ご飯です。今日旦那さん作っといてくれました。やった。ひき肉チャーハン、ししとう入り、あとは卵と人参が入ってるみたいですね。あとはお豆腐とわかめのおつゆで食べます。ご飯は玄米ご飯。はい、というわけで今日も一日が終わりました。今日もにしんちゃんいらっしゃいませ。もうちょっと頑張ってくださいね。ということでですね、今日は朝からですね、安平町を7時半くらいに出ましてですね、それで札幌のロイトンのホテルの方で開かれました日本フットケア、足病学会だったかな、にですね、ちょっと出席させていただきまして、お話をお伺いすることができました。本当、学会って聞くと なんか学会ってどんなところかなっていうのも考えたこともないくらい、学会というものから全然かけ離れた人生を送ってきたんですけれども、今回本当に初めてですね、そういう場所にお伺いさせていただけたっていうこと自体がすごいありがたい経験させていただいたなと思うんですけれども、なんかよく病院とかに行って、あ、先生この日はちょっと学会でお休みなんですとか、よくテレビとかでもなんか学会っていう医学の学会みたいなお話とかは耳にはしてたんですけどね、どういうところなのかなっていうのを改めて今日見てきたんですが、医療従事者の方もですね、この今ご覧いただいている方の中にもいっぱいいるので、学会っていうことを知らないことを不思議に思う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、私だけなのかな、なんか割と見ていただいている方の中で学会ってそもそも何って思う人もいるんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと私もそうだったんですよね、今日行くまでは。そしたらですね、そのいろんな、今回は足病学会、日本フットケア足病学会という学会なんですけども、なんかとにかくいろんな学会が世の中には存在しているっていうことが分かりまして、今回私は足の病気ですとか足のケア、あと例えば糖尿病で足壊死しちゃった方に特化したそういった治療ですとか、新しいケアの方法ですとか、いろんなものをですね、皆さん医療現場などで患者さんを通してですね、こんな事例がありました、こういうふうにやってみました、そしたらこういう結果が出ましたっていうのをですね、それぞれ発表していく場っていうことで、それで来てる方はほぼお医者様と看護師さんですとか医学療法士さんですか、もう本当に医療従事者と、あと医療関係者の方がほとんどだったんじゃないかなって思います。で、私も今回ですね、久子先生が
北海道介護アロマケア協会っていう協会の代表理事をされていて、私も15年くらい前からかな、札幌の介護施設の方で一緒にですね、お仕事として介護施設のご高齢の方にアロマトリートメントをずっと実施してたんですよ。で、私はそんなに長くやってたわけじゃないんですけども、久子先生はもう15年、20年近くもうそういったですね、介護のご高齢の方に携わって実際にアロマを使って施術をしてきて、たくさんの症例とかたくさんの事例を経験としてもそうですし、あと介護新聞っていうのにずっと2年半くらいですね連載してた経験もありまして、いろいろとですねアロマの効果、医療現場でどんなアロマの効果が期待できるとか、あとこうなんていうのかな、どういう患者さんにはどういうふうに施術するとどんな結果が出ましたよっていうのをずっとですね、それこそ理学療法士さんですとか現場の看護師さんですとかと一緒にですねずっとやってきたっていう経験がありまして、で今回はその学会の方で今までの経験をもとに発表をしたする場ができて発表したっていう感じになってます。でですね、なんかたまたまなんですけども、私の近くに座っていらっしゃいました看護師さんいらっしゃいましてですね、で今回この日本フットケア足病学会でアロマケアのことについての発表っていうのも初めてだし、あと他の学会とかにも出席しているけれども、そういったアロマのそういう発表っていうのを初めて聞くんですよっていうのをですね聞きまして、なんか久子先生ってなんかすごいことを成し遂げてるんだなと思ってすごい尊敬しました。でやっぱりですね、皆さんすごく興味を持っていて、で発表が終わった後に質疑応答の時間があるんですけれども、その時もですねお医者様から、たくさんのお医者様からですねご質問があったりですとか、まあ、皆さん本当にそんなに興味がなかった方にも関心を持ってもらえたっていうのが、本当に医療現場でですねアロマの力をですねこう認識してもらったり理解してもらうっていうのの第一歩になったんじゃないかなって、私もその場にいてすごい感じました。すごいな久子先生、本当にすごいなと思いましたね。でその学会っていう会に私ごときがそこに座っていられたっていうのもなんかすごいいい経験だったなと思います。でその他にもたくさんの方が発表しておりまして、何人くらいだろう、私途中で帰っちゃったしな、何人くらいだったのかな、多分10人とかもっとかな、10名くらいの方が発表してたと思うんですけども、やっぱり足病学会っていうだけあって、足のご病気ですとか、あと糖尿病からの合併症との足の壊死とかですね、そういった分野のすごく専門用語がいっぱい出てきて、わからない、私は聞いたことないような言葉とかもいっぱい出てきたんですけれども、それでも聞いててですね、ああそうなんだ、すごいなとか、なるほどなとか、いろんなこうなんていうのかな、新しい情報が入ってきて、ちょっとわからない言葉とかはメモってきて、後で調べてみようと思ってメモってきたりとかもしてるんですけどね、本当にすごい貴重な体験をさせていただきました。いや本当にですね、もう久子先生のこうなんかこうなんていうのかな、介護アロマを医療現場でこう現場にこうなんか導入させたいっていう、本当に効果があって本当にこうアロマの力っていうのを感じてきた私たちですから、やっぱりですねいろんな方に理解してもらって、まずは認知してもらうところからですね、そこからでも全然第一歩第二歩と進んでいけたらいいなって本当に心から思いました。私も、まあ、微力ながらですねちょっと
ちょっと経験も介護施設で のトリートメントのですねお仕事をさせていただいた経験もありますのでですね、まあ、あの微力ながら何かこう広めていけるように少しでも力になりたいなと今思っているところでございますよ。そう、今日はもうそれがすごいメインでした、私の中のですね。でもしぬくもりの湯今日入っていなければですね、夕方の5時くらいまで学会はやってたんですよね。で午後からが確かフットケアの実演とかもやってたはずなんですよ。だから本当に時間があったらその実演とかも体験したりとか見たいな、お話も聞いてみたかったなっていうところもあるんですけどね。なんですけども、まあ、また次回のなんかこう機会があってまた久子先生の発表とかがあればですね、ぜひぜひまた参加したいなと思いました。本当に今日はいい経験させていただきました。なかなか動画の方ではですね会場撮影ができないので、ちょっと直接はですね動画の方ではお伝えすることはできないんですけれども、私がそこに出席してその感想だけでもですね共有させていただければと思ってお話しさせていただきましたよ。はい、そんな感じでございました。ちょっとですね、まあ今日もまたお仕事で全然ですねダイエットにはダイエット、黙っちゃった。ダイエットはできなかったんですけれども。そう、でも今日ですね、もう、スーツも着れ、昨日の夜中なんですけどね、明日の服装どうしようかなと思って、あ、そうだ、スーツ着てみようかなと思ったら、パッツパツで全然ダメで、で、まあ、ワンピースとジャケットで行こうと思ったら、もうジャケットもワンピースももう、この辺パツパツで全然入んなくて、あれ、これいつ、何キロの時着てたのかなって考えたぐらいにしてですね。まあでも全然ダメですね。きっともうちょっと痩せてた時に買ったんだな。太ってから買ったのは覚えてんですよね。太っちゃったから買わなきゃと思って、どっちも買ってるけど、その時よりも太って、そこからまた少し痩せてるけど、全然まだ、あの服を買った時には、なってないって感じだと思うので、いや本気で痩せよう、頑張ろうと思いましたよ。そう、そんな感じですね。はい、まあそれ反省はまた後日ということで、今日は結構もう今の時点でですね眠たいのでですね、早めにちょっと休もうかなと思っておりますよ。はい、そんな感じでちょっと話長くなっちゃいましたけれども、今日はこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またねー。